の世界制覇編です、はい、あのバレンタインデーにちなんで洋菓子店に行ってきたそうですよ。今回はどこの国かな。母心実験中です。パチ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 、始まりました。母心の関です、はい、よろしくお願いします。おかんです。今日はお会いに行くの雨でございますけれども ね、今回はですね、はい、母心実験中世界制覇ということで、はい、5カ国目行きましょう。あ、世界制覇。そう、今回は世界制覇編です。富山県内で外国の人や料理、文化などその国ゆかりの何かに出会い、日本政府が認めている195カ国制覇を目指す企画。これまで制覇した国は4カ国。ハワイ出身のカラニさんにブラジル発祥のカポエイラを学び、イギリス出身のヒーリーさんにはブラックベリーをご馳走してもらいました。アメリカ出身のジャックさんとは陰で交流。そして前回は八尾の町で藍染めの展示をしていたチェコ出身のラドカさんと出会いました。さて今回は、うん、オフランスらしいんですよ。オフランス、もうこの先にお店があるということで。あら、いいじゃない。フランスといえば、あとケセラセラってさ、知ってる言葉、フランス語聞いたことはあるよ。あのなるようになるさみたいなね、昔つけたコンビ名ケセラ産業っていうコンビ名つけたことある。過去のコンビでケセラ産業っていう、見事倒産されて見事に倒産やがましい。この辺こっち、あ、これですか。トリコロールのフランスの国旗あるからここだよ。ムッシュジー、ジーどうも、お邪魔します。どうも、いらっしゃいませ。おはようございます。やぶにどうも、はじめまして。はじめまして。ラムさん、ご主人。はい、夫です。ご主人がフランスの方。はじめまして。はじめまして。こちらがフランス人パティシエのジョスラン・ランボさん。ヨーロッパやカナダなど5つ星ホテルで活躍してきた実力あるパティシエです。去年11月、妻のりこさんが生まれた地である富山市総川に洋菓子店をオープン。夫婦二人三脚で営むお店は日によっては行列ができるほど。すごい。そんなランボさん、おかんを見ての第一声は、男ですか女ですか。どうぞお答えを。マダムです日本語はお話できるんですか。バランスフォージャポネーズ。ちょっとか。知ってる言葉で会話してみたら一回。メルシーメルシー、ケセラセラ、イタリア。フランス語じゃないんですか。まさか。でも会話は成立したよ。ほら見て、目の前でこうやってさ、もう気になるじゃない。これあれでしょ、マカロン。そう、お店の売りはこのカラフルなマカロン。こういう食べ物の色、日本になかった。落眼とかでこういうのあったとしてもね。これはフランスのお菓子。Au tout début c'est italien mais après c'est la France。はじめはイタリアのお菓子だったんですね。ビスケットの部分だけのことをマカロンって呼んで、14世紀、15世紀ぐらいにやったんですね。16世紀になってフランス人がこのビスケットの部分をクリームと挟んでくっつけた。それでマカロンって売り出したんです、ね。今の短い言葉、そんな長い説明やったんですか。確かにちょっと大きくしました。でもそんなに古いお菓子なんですか。14世紀、15世紀、ね、だって日本でいうところのコンペトーみたいなもんね。そうです ね、歴史でいうとね、でもね、奥様聞いて、私の相方関ちゃんね、マカロンはちょっとあんまりね、なんかちゃんと理解がないの。ちゃんとしたマカロン食べたことないのよ。ああ、もう je pense qu'il va voir la différence。知らないからさ。食べたら違いが分かると思いますって。これ楽しみなのよ。お値段ね、250円から270円、290円ってなってますけど、はい、これ一つ。一つです。
大きさの割に値段が張ると思われがちなマカロン、昔のマカロンはシンプルでスナック菓子のように気軽に食べられていたのだそう、はい、ここ数年で一気にバリエーションが増え、値段も上がってきたんです。色もこんなにあるんですね。ということは味もある。昔は本当に白いのだけに、バタークリーム挟んだり生クリーム挟んでみたりっていう。やっぱちょっとこう階級が違うもんですから私とね。ごめんなさい、あとそっちの方ですよ食べてきたの。お前も低いよ。気持ちは高いとかいるかもしれないけど低い。ウィ数あるマカロンの中でも一番人気はピスタチオのマカロン。関ちゃんがピスタチオ、おかんがカシスをいただくことに、はい、ちゃんとしたマカロンをいただくのは生まれて初めてですから。うわ、うん、うわ、おお、うん、どうですか？とても美味しいです。セボーン、とても美味しい。この小さいマカロンの中にね、もう世界が広がってる。もう最高。美味しい。うん。うまいね。どう？おいしい。世界で最高と言われているチョコレート、ホワイトチョコレートを使ってピスタチオと混ぜてクリームを作ってるんですよ。なるほど、このクリームがすごくおいしい。あの色だけが違うんじゃなくて、カフェを食べたらカフェの味、カシスを食べたらカシスの味ってなるようにしっかりと凝縮して中に詰めてます。俺が前食べたのと違う。それマカロンじゃないよ。パチモや。パチモか。マカロンじゃない。その美味しさを出すためのこだわりの一つは、はい、素材にありました。あ、やっぱり、はい、このチョコレートがフランスでは、うん、とても有名なチョコレートで、そう、チョコレート界の中でエルメス級だって言われてる。エルメス、うん、フランス人がそれぐらいあの絶賛するホワイトチョコなんです。後からすごいよね、香りとミルキーなね味が素晴らしい。エルメス本場の味を出すためにチョコレートはフランスから取り寄せています。しかし、フレッシュなものリンゴだとかそれからそういうものはやっぱり現地で調達するのが美味しいからそれを組み合わせていきたいって、じゃあ本当にうまいこと富山とフランスがミックスしてるお店なんだね。そうしたいと、うん、なるほどなるほど、狙ってます。いいじゃないの、ねね、男と女がミックスしてるバージョンだから、ね、そっか。いやそれ訳さなくて。ちょっと上にデコレーションします。これがコーヒーです。コーヒーを、うん、あー香りがいいね。手作りでやっぱあんな綺麗な感じになるんだね。ここもうちょっと、これもうちょっとこれ。いや、オーナーじゃねえんだから。試行錯誤の末、さまざまな組み合わせを生み出してきたランボさん、今月から出た新しい味のマカロンも、まさに店名の、はい、ロゴをイメージして、黄緑とそれから茶色にしています。何の味かちょっとクイズでいきましょうか、ね、じゃあ当ててみようか。味はいただきます。ゆっくり召し上がってください。うん、セボン。セボン。とりあえず美味しい。メセディフィシルト。シナモン。ああいい感じ。シナモンあるでしょ。うん。うん、いや古くなった。うん。I can't find out. んだ。リンゴ。うん。Yes. お。リンゴです。リンゴ。やったリンゴ、あった。これが富山の池田のリンゴを使ってる。なるほど、富山のリンゴ。合いますね。まあ、合うようにお作りになったんでしょうけど。うん、自らリンゴ農園に足を運んで、はい、しっかりと味を確かめて選んだリンゴなんですよ。おいしい。まさにコラボですよ ね、 富山、 富山のリンゴにフランスのチョコレートをミックス。しかしただ混ぜればいいというわけではありません。味に妥協しない2人だからこそ本場の味を残しながらも日本人の舌にも合うマカロンを作ることができました。そんな2人が出会ったのは気になります ね、 ね
タヒチって聞いたことありますか？タヒチわかるよ。あのチュ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 でしょ。なあ。あ、ポリネシアダンスってあるね。そうですね。え、ノリコダンス。ノリコパフェ。ちょいちょいなんか二人だけの声が入るね。二人が出会ったのはタヒチ。ランボさんはパティシエとして、ノリコさんはホテルウーマンとして働いていました。この人だと思ったのかって。私ですか、うん、いや私はそんなことはなかったです。ランボさんは、あ、まあ、終わり。じゃあ聞いて。恥ずかしいですよね。Le mien est rico parce que elle sourit toujours. Ah, いつも笑ってたからすごい可愛い子だなと思って。大丈夫、嘘じゃない今。大丈夫今。嘘じゃない、大丈夫。それじゃない。プロポーズはどちらからなさったの？Which asked the proposal? C'est moi, mais c'est Noriko, elle vient beaucoup. そんなことない。奥さんがガンガンいたの？今ついに国境を越えましたね。今から。実際にプロポーズをしたのはランボさんからだったそうです。正式には、ね。I take some picture with a, Do you want to marry me?そこに落ちてる花で、Do っていうのを書いて、写真撮って、木の枝で、You っていうのを作って、写真撮って、もっていうのをこう砂浜に書いて、写真撮って、でそういうことをやって、で帰ってくるとで、このベッドの上にこうちょっと乗られて。マカロンより甘いやないか、これ。ちなみにあなたのプロポーズどんな感じだったの？もう会った瞬間に結婚してくれ。ダメね。どういうお店？どういうお店で？どういうお店で？あのね、居酒屋。だってこっちはタヒチのボラボラと浅草の居酒屋。浅草の。まあいろんな愛の形ですね。これも国の違いですね。はい、ということでフランスを制覇しました。ラブシーボク。でこれ綺麗ですよね。これが実際に、はい、ランボさんが作った。いただきます。すごい、白く柔らかい。あ、これはピスタチオですね。濃厚、美味しい、セボーン。が高級な味がします。はい、まあ、でもお店にはマカロンだけではありません、うん、こちらチョコレートも販売しています。あのバレンタインデー用に入荷したフランスの最高級チョコレートなんですね。はい、出てましたね、はい、エルメスですね。エルメス級の。そうです、そうです、はい、こちら3つをセットにして1名様にプレゼントいたします、うん、こちらの宛先まで送ってください。バレンタインデーに間に合うようにあさって火曜日必着とさせていただきます。トラシさん食べましたけど、うん、あの僕もなんかそのバレンタインつながりなんかないんです、うん、僕には。まあ、それは次のコーナーです。この後は淡島かな子のプレゼンアワーです、うん。